ご覧の通りの材料を今回使用いたしますお米を研いでザルにあげておいてください千、はい、切りです千切りにしておりますセリの茎の下の部分をですね取りまして軽く茹でます、はい、でもさっと茹でます<う>色が消えてしまいますからさっとサッと茹でましてそれでザルにあげましておかあげですね絞りまして、はい、みじん切りにいたします柿をふうを開けまして水切りをしておいてください昆布を 水につけまして1時間以上つけてください。鍋に入れまして沸騰直前に取り出して、鮮魚<う>の生姜を入れまして、はい、1人にタッチしましたら、<う>はい次にカキを入れます。はい。でカを入れてまた人にタッチしたら、はい、すぐにザルにあげてください。で、えー、その揚げ汁は今の少量ですね。冷めてから360ミリリット。はい。そこへだし汁,汁の酒と醤油と塩。 これを入れまして、軽く混ぜまして、で炊き込みモのメニはいで、炊飯してください。炊き上がりましたらすぐに柿と生姜を入れまして、で5分間だけですが、保温しておいてください。保温でまあ蒸らす的な感じですかね。で終わりましたら、電源を消してから、さもじで軽く混ぜてください。美味しそうですね。柿を潰さないように混ぜてください。整理をかけまして、これで出来上がりです。 はいで。セリを入れたらですね、はい、あのずっと保温しておいたらもうセリの色が全く色変わってしまいますのでご注意ください。